ゲートインが今終わりましたスタートしました 12番のミツカネイリーズが好スタート、ーダッシュその外15番、ネオ・エトマール並んでいって足元ダートに変わりましたさらには16番、タイセイリアルが3番手ですインコース4番、ビアンケット4番手その外5番、ベルウッド・ボヌールこれらが続いて1馬身半差11番、ダノンストラーダ前から6投目2馬身、3馬身14番、カイトルビーですこれに内から1番、ナムラ・バンチーで向こう上面中間2馬身切れました13番、キング・クレオール中段の外目バグンの中8番 のフラムブランシュそのうちからは3番のイントゥザフローそして2馬身切れました後方ですが6番のフェスティブルディこれから3コーナーカーブに入ります10番のトゥルグールが続いてインコースからは7番のプレミアナインで3コーナーから4コーナーに向かいます後方から2投目2番のエムズマンが行って800を切りました3馬身がいて9番レイヌド・サーブルが最後方です これから前は4コーナーカーナカブに入ります先頭16番、タイセイリアルに変わっています600を切って短期先頭2馬身のリード12番、ミツカネエリーズが2番手その外15番、ネオ・エトワール3番手から2番手直線に入りましたインの4番手4番のビアンケットその後外目からは11番ダノンストラーダ400を切って坂を上がるその後ろが5番のベルウッド・ボヌールです坂を上がって突き放した16番、タイセイリアルリードを3馬身から4馬身。 2番手に11番ダノンストラーダ上がって200を切りましたその後と1馬身半15番のネオ・エトワール3番手あとは離れました先頭突き放した16番、大勢リアルリードを4馬身5馬身広げて5人2着、11番ダノンストラーダさらに34馬身がいて15番、ネオ・エトワール3着その後また遅れて最後1番、ナムラ・バンチ追い込んでいました勝ち時計1分37秒8 序盤は外め3番手でしたが途中から先頭に立った16番の大勢リアル直線後続をぐんぐん突き放していきましたアロゲートの3区大勢リアル安城松岡正美騎手快勝です2着に11番のダノンストラーダ上がりましたが前との差は4馬身から5馬身さらにまた遅れて15番ネオ・エトワール3着です 1>, 1分37秒8ゴールまでの8 0 0四4 9秒1 6 0 0ルは36秒3でした東京競馬場4レース新馬戦ダートの1 6 0 0ル戦が終わりました